UFO 3期本当に終わっちゃったって感じです。トリマクロエの嬉し涙が見れてオッケーって感じでした。演奏中に今までのシーンが流れてきて、あんなこともあったな、こんなこともあったなって思い出が溢れてきました。クミコも言ってましたが、高校の吹奏楽ってやっぱり特別ですよね。私も高校で吹奏楽ができてよかったなと再認識させてもらいました。クミコの進路も後悔のないように進んでいたみたいで、それも良かったですよね。とりあえず素晴らしい作品をありがとうございました。以上、UFOのお話でした。